ツイステッドラディオステーション、はい、というわけでツイステッドラディオステーション第3回目です、本日お送りするのはデュース・スペードのボイスキャストを務める小林千秋と、皆さんこんにちは、セベク・ジグボルトのボイスキャストを務める石谷春樹です。よろしくお願いします。お願いします。いやー、お久しぶりですね。こうしてなんかツイステの番組で石谷さんとご一緒するのは、確かに毎回お手紙の方ではご一緒してるんですけれども。いや、そうなんですよ。前回のね、まあ、第2回の、あのツイステラジオの MC も僕だったんですけど、まあ、そこでもちょっと触れさせていただいたんですが、石谷さんがあの2周年のツイちゃんで、あの素敵なお手紙くださって、まあ、1周年の時もいただいたんですけど、ちょっと3周年はね、ぜひね、はい、なんか出てきてお手紙を読み上げたいなっていう出てまでさらにお手紙読むんですけど、その場で感想を言えばいいのに、あのお手紙を書くときに、はい、結構ね、思いを詰めると長くなっちゃうのよ。いや、でもそうですよね。だってなかなかそんなね、短いスパンで出てるわけじゃないから、1年分の思いを込めてってなるとね、あれぐらいの量になっちゃいますよね。で、皆さんへのちょっと感謝とかね、いろんなところを伝えていったらどうしても分量が多くなっちゃうから、読み手の人大変だろうな、ごめんって思いながらいつも書いてるいやー、でもね、それは結構ファンの方々も喜んでいつもあの受け止めてくれているので、ぜひちょっと3周年の時はゲストに来ていただいて、あの手紙を読んでってください自らの口で自らの口で、今度は代弁者ではなく、はい、自分の思いを、はい、吐かせていただきたいな、ね、ちょっとまだまだ確定ではないですけど、そんなね、夢を見ております。というわけで、その石谷さんと一緒にやっていきたいんですが、僕、まあ、2回連続の MC になってしまってって言ったらあれなんですけど、オープニングトーク毎回その次のあの MC の方に対してのオープニングトークをこう話題提供するんですけど、なんかスイカ派かメロン派か、そしてそれを誰と食べたいかっていう、なんか変な質問したやつがいるらしいです。あ、それは君じゃないかよなんで連続になるんだそれ知らなかったんですけど、ちなみに千秋君はどっち？僕はもう圧倒的メロン。あ、メロン。メロンです。メロン。じゃあ、石谷さんはどっち派ですか？いやー、その問い、今、今年ね。もう今年というか、今。今。今の石谷さんはどっちを食べたいですか？メロン。オッケー。あのね、今年、ちょっと前に、パンケーキを食べに行ったの。お、いいですね。で、それが、めちゃくちゃメロンを使ったパンケーキなのよね。だから俺はね、もう頭がメロンになってる。メロンメロンになっちゃったんですね。そうそう、メロンメロンになっちゃってんの、本当に。だから、この今の質問だったら、絶対メロンって選んじゃう。ちなみに、誰と食べたいかっていうのなんですけど、じゃあこれ誰かとだけ教えていただいていいですか？いやー。一人か。はい。セベク君と言いたいところだけど。はい。エペル君。おー。じゃあ、なぜかだけも聞いていいですか？いやー、華やかに笑ってくれそう。あー、そうですね。そう。ニカって。そう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 。焦げな美味しいメロンってね。そうっていうのは。うん。言ってほしいって思っちゃった。言ってほしい。そうね。僕はですね、ちょっと同じポムフィオーレですけど、ビル。おー、はいはい。ちょっと一緒に食べて、なんか。その心は。なんかちょっと特別な食べ方とか、ああ。美味しい一手間加えるとっていうのをちょっと教えてくれそうな気がして。確かに。なのでちょっと僕はビル様と食べてみたいかなと。こだわりありそうだね、確かにね。ね、思いました。なのでぜひ皆さんもね、この夏、スイカかメロンどちらか、誰と食べたいか、ちょっと妄想してみてください。はい。ということで、早速コーナーに入っていきましょう。ツイステ観察学！はい、こちらのコーナーでは、毎月我々がくじを引きまして、出たキャラクターについてお話をしていきます。自身がボイスキャストを務めているキャラクターが当たる確率は、本日時点では20分の1。結構な薄い確率よ。そう、なかなかの確率なんですけれども、実はセベクはですね、先月、私が、引いてしまっております。なんてこったいなので、はい、石谷さんが自身のキャラクターを引く確率は、0%！ 1% もないということなので、はいはい、じゃあせっかくなので、その引く前に、じゃあセベクについてもちょこっとお話ししていただきたいなと思うので。そうだね、なかなかお話しする機会がなかったから、はい、なんか、
セベク君はね、はい、やっぱ語彙力が豊富なのよ、すごく。はいはいはい、うん、語彙力豊富で、なおかつこうバックグラウンドとかもね、うん、ある程度なんか少しずつ少しずつ分かってきてるじゃん。そうですね、うん、まだメインストーリーがね、そうそう、何せ始まっていないので、うん、であのバースデーの関連の時にいろいろ彼の深掘りがあったりもしたのよ、うんうんうん、でその時にやっぱりあの関わってる人たちもそうなんだけど、褒める時の語彙力とあと表現の仕方がすごく豊富なのよ確かに、特にマレウス様褒める時ってね、いやもう超雄弁に、そう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 、大体ね褒める言葉が一緒じゃないの全部、はいはいはい、一つ一つ単語が出てくるっていうのはなんでかなって思ったのよ、はいはい、思ったら彼って結構読書したりとか、いろんなことを勉強したりとか、吸収率がすごく、吸収する気持ちがすごく強くて、はいはい、地頭すごくいいんですよね。そうそう、うん、あとはやっぱ元来ある真面目さ、はいはいはい、っていうのをすごく見習わなきゃなってっていうのを毎回収録のそういうお話があるたびに思ったりはする。やっぱりまっすぐだからさ、はい、なんか他のところとか目向けられない時もあったりはするけど、うんうん、そのまっすぐさが愛しいなってすごく思うんだよね。そうなんですよね、やっぱりそのまっすぐさがあるから吸収力が高くて、いろんなことをこうスポンジのようにそう、うん、学んでいってっていうのがね、だから身体能力も馬術部でね高いわけですけれども、学力の方もすごく高いというか、知識も豊富でっていうところで、そう堅実に堅実にこうやっていって、はい、であのこれからどんどん積み重ねていくから、うん、あのこれから先がすごく楽しみなキャラクターだなっていうのを思う。そうですね、うん、だこれまで演じてきたセベクとまたこれから7章だったり、うん、その先のセベクっていうところで演じ分けとかももしかしたら、うんうん、変わってくるかもしれない、ちょっと楽しみですね。そう、で最後に僕一つだけちょっと聞きたいんですけど、ほうほう、石屋さん的にシルバーについてどう思ってるのかなって思って、うん、ああシルバーについてはね、はい、やっぱりミステリアス。あ、うん、じゃあちょっとそのまだそのキャラクターを通してだから、うん、こうなんだろう、バチバチしてる感じというのはあんまりなく、うん、そうそう、多分思いが一緒だから、そうですね、そう、うん、そこの共通のところでやっぱつながってるのもあるし、はい、一緒に成長してきたっていうのを、うん、確かにずっと描かれているから、はい、多分本人的にはやっぱり憎まれ口ではないけど、はいはい、やっぱりお互いいいライバルとして、うん、でも認め合ってるからこそそれってできるっていう。そうなんですよね、なんかなんだかんだで、やっぱシルバーもセベクに甘えてると思うし、はいはい、でセベクもシルバーに甘えてるところが絶対あるから、うんうん、それが言葉の端々から見えるのがすごくいいなっていうのは思う。あー、でもいい関係性ですよね、うん、そうそうそう、その上でちょっとミステリアスな部分が石屋さん的には気になると、うん、そう、いやー、はよ知りたい彼のことをいや本当に多分これを聞いてる方々もはよってそうそうそう、はようよ言ってるかもしれないんですが、そんなシルバーが出るかもしれないこちら、はい、くじボックスが目の前にあります、はい、ありますね。なのでまあ先月僕が引かせていただいたので、今回はじゃあ石屋さんが代表して、じゃあ引きますよ。はい、引いてください。今手を突っ込んでいます。はい、突っ込んでおります、はい、カサカサやっております。はい、混ぜております。混ぜていますね。どれかな、まあこちらか、あ、立ってるこのくじ。あ、本当だ。じゃあ1人だけ、これを、俺を読んでくれ、僕を読んでくれっていう声が、あ、レオナでございます。やった。じゃあ早速紹介していきますね。はい、まあお名前は皆さん知っての通り、はい、レオナ・キングスカラーでございますよ。来ました、キングスカラー先輩、うん、そうですよ。学年クラスが3年 A 組、はい、13番だそうです、はい、誕生日がこれちょうどいい時期に引いたんですよ ね7月27日獅子座でございますよ。いやちょうどまさにこの時期というか、引けてよかった、うん、年齢がこれちょっとポイントなんですけれども、20歳20歳でございます。来た、これがねやっぱりちょっと惹かれるポイントの一つと言っても過言ではない。そうね、レオナ自身はね、そうは思ってないんでしょうけど、やっぱ一人だけちょっとご留年なさっているというか、そう20歳っていうのがね、ちょっといい響きですね。そうですね、そして身長が185センチ、でっかい。いやーこのキャラクターはさ、ずるいよねいやーずるいですよ。だってこれは僕らもというか、やっぱこの20代後半の僕でもやっぱ惹かれる
し、石屋さんもね、多分絶対かっこいいって、そう、うん、思えるというか、老若男女問わず惹かれるようなキャラクターだなと思っちゃいますね。うん、なんか、やっぱり憂いがあるじゃん。そうなんですよね。うん、大人の落ち着きというか。そう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 。うん、なんか定感というか、はいはい、なんかいろんなストーリーとかを読んでいくとさ、はい、レオナのいろんな面が見れたりとかするんだけども、うんうん、一番最初俺がやっぱ衝撃を受けたのが、はい、ガラクチュール。ああ。あの SSR がね、そう、レオナで実装されましたよ。いや、なかなか出せないよ、あの大人の美しさ。ね、花がこうファサーってあるところをこう両手でさって分けるっていうね、あれがね、多分衝撃だった方も多いんじゃないかなって思う。いや、もうあれでだいぶ多くの人々がうってなったらしいです。ああ、そうですね。はい、そしてですね、関わりはキャラクターとしては、あ、そうですね、デュースは結構このレオナのことも慕っているというか、相性は良さそうな感じがあるんです。意外と、まあ、体育会系だっていうのもありますけど、やっぱ強い男にね、デュースは結構憧れてるところもあるので、キングスカラー先輩って言って割と懐いてるイメージもありますし、レオナのおめかしバースデーの時にはですね、デュオ魔法の相手としてもまあデュースいまして、そっかそっか、なのでその時にもキングスカラー先輩とやっていた、叫んでいた記憶がありますね。なるほどね。どうですか、石屋さん的にセベクと関わり合いってそんなにないし、はい、おそらくだけど、はい、なんか割と静かな場所を好むイメージがあるのよね。はいはいはい、そうですね、一人で。そうそう、意外とボリュームがあるじゃん、セベック君って、だから自分から離れていきそうだなっていうイメージはあるかも。ああ、もうセベックがすごい大声でね。そうそうそう、いたらわかるから、はいはい、いたらわかるから、聞こえてきた途端にスッて立ってスッてどっか行きそうなイメージ、はい、確かに。あと結構このレオナもマレウスとかにね、こう絡んでいったりとかした時にセベック的には、いや、うちの若様になんて言葉遣いよっていうね、感じで、今のところはね、その仲良しっていう感じではないかもしれないんですけど、まあ、今後に期待ですね。でもこの絡みはちょっと見てみたいなっていうのは個人的には思う。いや、あとまあ最近で言えばね、ツムステでも、SSR で実装されてますから、皆さんどうですか、惹かれましたか。あ、でさ、あれもね、ちょっとだから元がめちゃくちゃかっこいいから、あれで来られるとずるいんだよな。そうそうそう、キャラクターたちいいのよね。ほんと可愛すぎて、まあ後ほどね、ちょっとそういうコーナーもあるので、つぶ捨てについては後ほど触れていきたいとは思いますが、まあ本当にレオナは、まあ我々から見てもとんでもなく魅力的なキャラクターなので、まあできればね、市川さんとかバン君が MC の時にね、サバナクロウリョウの2人にもちょっとレオナの魅力っていうのを聞いてみたいなって思いますね。憧れですよね、やっぱりね。いや、本当に皆さんはどのレオナがお好きですか。あ、これも教えてほしいなね。というわけで以上、ツイステ観察学でした。それでは次のコーナーです。ツイステシー。ツイステシーとは、今月のツイステのイベントや更新情報を振り返るコーナーのことです。早速7月の更新情報を見てみましょう。チェック君、よろしくお願いします。はい、まずはですね、期間限定イベント、ようこそツムステッドワンダーランドが開催されました。ツムステ期間限定ピックアップ召喚も開催されていましたね。はい、まあ、ちょっとあらすじも読んでいきたいと思います。ツイステッドワンダーランドにツムたちが現れた。なんと、生徒たちによく似た不思議な彼らがナイトレイブンカレッジで大騒動を巻き起こすといったあらすじでしたね。なるほどね。はい、まあこれ、まあ、まさにこのあらすじ通りって言ったらあれですけど、結構ゲームの方でもね、ツムたちが空から落ちてくるっていうシュールな光景がありましたけれども、 そしてですね、召喚から登場したカードが、SSR リドル、そして SSR レオナ、続きまして SR ケイトと SR フロイドですね。はい、そしてイベントで登場したカードが R ジャック R エペル R セベクといった、まあセベクもね、そうね、レアとして出ていましたが、ツムたちがね、ちゃんとね、
キャラクターの個性をちょっと似たような感じで自我を持ってるのよ。あ、そうなんですよ。そうあれびっくりしましたね。そう、しかもあのキャラクターのセリフの中で、はい、ちょっとあったかいっていうセリフとかもあったりするのよ。ちょっと触ってみたいですよね。体温あるんだっていう、うん、まああるんでしょうけど、意外と素早いみたい。しかもあ、ね、だからフロイドのツムとかも、うんうん、勝手に急に締めてくるみたいなことをケイトが言ってて、あの柔らかそうな見た目でどうやってって思うけど、どの部位をどうやってこう絡んできてるのかなっていうのとかね、ちょっと気になりますけれども、はい、まあいろいろなことがありましたが、皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。続きましてですね、期間限定召喚軽音部おまけ付き召喚カリムバージョンが開催されます。はい、こちら、まあ、僕たちはまだねどんな、家具が実装されるか知らないんですが、こちらはなんとこれまでのカードとは違ってですね、このゲストルームで使える家具が一緒についてくるっていう新要素が、これは自分でコーディネートできるのいいですね。そうなんですよ。でこれがねまた期間限定ですから、ここで逃せないって思うと手に入らないのか。そうなんです。あ、そっか。しかもねこれまでと違ってカードプラス家具っていうところでちょっと二度おいしいので、これはちょっと引きたいっていう方もね多いと思いますので、ぜひぜひこちらもね楽しんでいただけたらなと思います。そしてですね、強化合宿ナイトレイブンカレッジ両合同編が開催されます。はい、こちらはまあツムステでねゲットしたキャラクターとかをぜひぜひ強化していただけたらなと思いますね。そして7月27日は先ほども言いましたが、レオナの誕生日となりまして、おめでとうございます。レオナバースデーキャンペーンが開催されました。そして合わせてレオナバースデー召喚復刻レオナバースデー召喚も開催されていましたね。7月も盛りだくさんな内容となっていましたが、まあ石谷さん的にはやっぱりこのセベクがそうだね、スムステで実装された、もうこれも収録は、してっていうのがあって、はい、であの若様にこうツムがついていったりっていうのがあって、あのやっぱ同じだからこそ、はいはい、同じような特性を持っているからこその2人の絡みっていうか、そういうのも見ていただきたいなっていうのは思っていたんですけど、手に入れてくれたかなみんな、ね、うん、いや羨ましいな。僕もぜひねちょっとデュースの方もあの追加というか実装していただけたら嬉しいなと思いましたね。そう、ツムたちもライブ 2D でね結構動いててね、そうなんですよ、うん、もう細かく動いてるとすごいなって思って、そう結構ね、じっくり多分時間をかけて作られたんだなっていうのが、可愛さ増し増しよ。本当にクオリティ高かったですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして毎月のことですが、1日にショップ更新があります。はい、交換は忘れないように気をつけてくださいね。これめちゃめちゃ大事ですから、ぜひぜひ皆さんこちらは、交換ぜひしていただけたらなと思います。はい、以上ツイステ氏のコーナーでした。今月の情報を振り返ったところで、続いて来月の運営スケジュールをお伝えしていきます。ツイステワクワクだより。こちらはですね、あのツイステでは、毎月月末に来月の運営スケジュールをゲーム内でお知らせしてるんですね。まあそれを運営開発状況によってはスケジュールの変更があるんですが、ちょっとそれをご了承いただきつつ、ちょっと来月のイベントとかについてちょっとおしゃべりしていきたいなというコーナーとなっております。はい、まずはですね、来月はこのような予定になっております。はいはい、というわけでですね、これをお聞きの皆さんはラジオなんですが、はいはい、ちょっとその画面の方にも目を通していただきつつ、ぜひ聞いていただければなと思うんですが、もういろいろちょっとトピックが盛りだくさんなんですが、いっぱいあるね。はい、まずこの復刻がありますね、バルガスキャンプです。まあこちらもね、まあ久しぶりの復刻ということで、まあ待ち望んでた方もそうですねいるかなと思うんですが、これ SR の方でセベクがいるんですよね。そうなんですよ。これイベント登場カードなので、ぜひね皆さんにも手に入れていただきたいなと思いますね。そして中旬にはですね、8月14日はオルトの誕生日となりまして、オルトバースデーキャンペーンが開催予定となっております。
ます。合わせてオルトバースデー召喚、復刻オルトバースデー召喚も開催予定です。そして NRC 統一試験も開催予定となっております。クローリーメダルを集めることで、ショップで限定ボイスや各種アイテムと交換できますので、ぜひぜひ皆さんやってみてください。見てみてね。そして、期間限定召喚、軽音部、おまけ付き召喚、ケイトバージョンが開催されます。はい。まあ、こちらね、ケイトも軽音部のメンバーなので、まあ、カリムに続き何か、ルームに使える楽器が、あるってことかな？ぜひぜひ皆さん、お楽しみに。はい。そして下旬にはですね、8月24日は、リドルの誕生日となります。おめでとう。おめでとう、寮長。うん、リドルバースデーキャンペーンが開催予定です。合わせてリドルバースデー召喚、復刻リドルバースデー召喚も開催予定となっております。そしてこれ重要ですよ。めちゃくちゃ重要ですね、これ。はい。うん、なんと、このリドルが、バースデー2週目のラストとなりまして、つまり、うん、リドルの誕生日が終わったら、新バースデーが回ってくるということで。なるほどね。はい。なんか風物詩としてね、みんなね。ね、結構これ誕生日のね、うん、またいろんなこの季節ごとのイベントとはまた違って1年のね、この楽しみになりますよね。うん、そうだね。そして期間限定イベント、うん、ポートフェスト、潮風のブラスビートが開催予定となっております。うん、まあこちら同時にですね、期間限定ポートフェスト召喚も開催予定なんですけれども、うんうんうん、なんと、こちら SSR にですね、ジャックのポートウェアが実装されるんですが、ジャックがイベント SSR は初めてなんです。おー、そっか。はい、来月のツイステも楽しみですね。うん、という感じで、ツイステッドラディオステーション第3回はこのような感じでした。そしてですね、スタッフさんから石谷さんにお願いがあるみたいなんです。なんでしょう。まあ、お手紙を読んでくれというわけではなく。あ、違う、よかったよかった。はい。用意してねえから。急にちょっとお手紙をって。そんな大喜利お手紙をね、させないんですが。うんうん、ラジオ番組名を、山下さんとバーンさんが考えてくれて、うんうん、ハッシュタグとコーナー名を市川さんと私、小林千秋が考えたので、うんうん、石谷さんにもぜひ決めてほしいことがあるんですよ。なんだろう。それはですね、ドロロ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 、ベン。ベン？来月からお便りコーナーを始めたいから、お便りコーナーの名前を決めてください。来月からこのリスナーの方々との交流の場を設けたいなと思うので、うんうん、このコーナー名をちょっとやっぱお手紙といえば石谷さんですから決めてほしいなと思うんですけれども、うん、一応その案もここに何個かあります。ツイステ伝言版、あ、はい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 、ツイステポスト、うんうん、ツイステお手紙委員会、はあ、ツイステラジオ文通部、うん、そしてツイステラジオお便りコーナー、まあ、最後もうそのまんまですけど、まあまあまあそのままだね。いや、まあ、なので、ではどうかな、まあ、この中で決めてもいいですし、うん、石谷さんオリジナルでもいいですし、なんかもう組み合わせても何でもいいですし、なんかこれっていうのありますか。あ、なんかぽいなって思ったな。はい、ツイステの世界観と合ってるなって思うのはポスト。あ、うん、わかる。じゃあツイステポストにしますか。しますか。皆さんがね、その世界観のポストの中に、うんうん、お便りを入れるっていう楽しみを ね、ちゃんとその通りにこうやっていただければ、お便り送っていただければ ね、その気分も味わえるんじゃないかなって、僕たちに届いてるよっていうことを言えるから、うん、電波に乗せて我々のところまでぜひ、うん、ポストに、送っていただければなと思います。はい、ということで視聴者の皆さんからお便りを募集するコーナーはツイステポストとなります。よっしゃ。はい、ツイステポストの投稿フォームは本日7月31日この後解説&ツイステ公式ツイッターで告知予定とのことでございます。皆さん投稿する際はここ重要ですよ。はい、必ず利用規約をよく読んでから投稿してほしいです。よろしくお願いします。はい、大事ですね、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日の感想に行きたいと思います。じゃあ僕から、はい、ね、石谷さんとはまあ、うん、ついちゃんでもまあ少しだけ、うん、まあ、お話しする機会はありましたが、なかなかねがっつりやっぱり、ね、お話しする機会っていうのはなかったので、うん、こうしてね
2人の MC でいろいろツイステについて語れてすごく嬉しいし楽しかったなと思いますね。でもやっぱりそのセベクについてとかね、まだまだその話せることあるんじゃないかなと思いますし、まあデュースとねセベクの関係性とかもね、今後なんかね、イベントとかでいろいろ変わってきたりとか関わりが増えてくるかなって思うので、ぜひぜひそれが進展したらね、それについてもいろいろ話していきたいなと思ってて、まあ、またね今後とも石谷さんといろいろとツイステについてもメロンかスイカについても話していきたいなと思うので、またね機会がありましたらよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続きまして石谷さん感想お願いします。なかなかねツイステについて、そしてセベク君についてとか話す機会がなかったから、ここでまあお話できてすごく嬉しかったですし、で改めていろんな資料を見させていただいたんですよね、この番組に来るにあたって。その時にあ、こんな細かいところまで作られてるんだとか、いろんなキャラクターのその一つ一つの服装から背景のところとか、なんかボイスの設定のところとかもすごくこだわられて作られてるんだなっていうのが、なんかさらっと見ただけでも分かったのよ。なんかそれってすごいことですよね。そう、なんか特徴的でありつつすごく頭に残るから、そう、なんかそういったところをやっぱり皆さんにも気づいてほしいなって思いますし、なんかそういったところ気づいたよって言ったら、それこそツイステポストとかに送っていただいたりとかね、ここのところはこうなんですかみたいな感じのこととかもね、皆さんとこうちょっとコミュニケーションを取りながら確かにやっていけたらなと思っておりますので、改めてよろしくお願いいたします。というところで、本日のお相手はデュース・スペードのボイスキャストを務める小林千晶と、セベクジグボルトのボイスキャストを務める石谷春樹でした。次回のツイステッドレディオステーションは8月末配信予定です。同じくアニプレックスの公式 YouTube チャンネルで公開いたします。公開情報はツイステ公式 Twitter にて投稿予定とのことですので、チェックしてみてくださいね。はい。そして最後に、次回のラジオパーソナリティにオープニングトークのお題を振りたいと思います。何がいいかな。確かに、まあ僕の予想ではバン君は MC になるんじゃないかなと。ああ、まあ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 、そうね、ね、次回のそのイベントもやっぱ SSR ジャックがありますから。確かに、ブラスビートって書いてあるから、はい、楽器のこととかいいんじゃない？確かに。じゃあ一つ、マスターするとしたら、何の楽器がいいですか？あと楽器がいいのと、できる楽器とかありますかっていう。いいですね。そう。じゃあできる楽器があったら教えていただいて、プラスまあその上でそれ以外に何かあったら、マスター使いこなせるようになるとしたらどんな楽器がいいですかっていう。ちなみに石谷さんどうですか、何でも弾けるようになるとかあったら、吹けるようになるとか。ピアノだな。いいですね。いや、そう、一つね憧れますよね。そう、憧れ。ちなみに千秋君は。僕は、でもバイオリンかな。やっぱりやっぱ憧れるよね。なんかバイオリン弾けるってめっちゃかっこいい、ね、そう。なんか弾ける楽器ありますかって聞かれた時に、まあバイオリンですかね。うわー、いいってちょっとムカつくけど、そんな言い方されたら言い方でね。でも弾けるようになれたらすごくいいね。世界も広がるだろうし。そうだね。ツイステのテーマソングとかね、弾いてみたいですね。そうだね。といったところで、じゃあ来月のお題は、弾ける楽器はありますか、そしてそれ以外に弾けるようになるとしたらどんな楽器がいいですか、といったところで、こちらお願いします。お願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。